じゃあ自分見送りますんで。すげえ液晶かっけえ。この時計の見せ方が半端ないからね、はい、全く正確じゃないと、うん、放っとくと多分これ20分ぐらいずれる。いや楽しかったっす、はい、ありがとうございました。また連絡ください、はい、珍しいっすね、ここがカーボンって。あ、そうなんだ。一回浮いてきちゃってさ。あ、そうなんですね。自分の走行動画楽しみにしててください。後ろ姿ですけど。結構あれみんな声聞こえてるね、あれ周りね。意外と拾ってますよね。うん、これ何の配線なんですか。これはこれ電熱。あ、電熱か。あ、なるほど。結構揺れてるよな。あ、いいですか、いいですか。いいっすか、マジっすか。失礼します。あ、全然違うじゃん。違う、うわ、あ、全然違うじゃん。あ、ブルブル来てる。こいつ静か。あ、すげえいい。すげえいい。あ、すげえいい。大興奮だ。わ、すげえいい。ありがとうございます。あざす。すげえいいっす。いやー、いい経験させてもらったもん。次これ買います。いや、すげえいい。こういうんだ。え、ダイナもっとすごいんすかね。ダイナもそんな変わんないと思う。変わんないっすかね、うん、わー、すげえいい。みんなこんな感じだと思う。あ、今のスコもそんな感じだと思う。うわ、ここまで揺れるかどうかは分かんないけど、この感じいいな。乗り換えの時は僕がこれを僕がこれを買い取りますんで。あの入れ替えはちょっと笑っちゃうんだけどね。これオーディオは CD が入る、うん、CD だけ、うん、CD とかあるけど。でもこれ水気になるなぁ。雨ん時なんかやだなぁ。多分今ラジオになってる。っていうか音いいし、バリ島音いい。すげえ。すげえ。ちょっと別格だわこれ。今なんかもっとすごいからね。9年って言ってましたっけ。06、うん、年数がもうこれもう9年だ。9年、しかもこれアンプ入れてるから。あー、やっぱそうですよね。音いいもん。やっぱウルトラすごかったということで。いやー、すげえ。やっぱ振動いいわ。またがった感じ全然違った。今日一番の興奮だったな。また、はい、はいはい、また声かけてください。あざした。ちなみにヘッドライトつけてもらっていいですか。かっけえ。ざす。気をつけて。わあ、かっけえ。ウルトラだわやっぱ。ということで、第1回 AJ ミーティング、ゲストのタッキーさん、どうもありがとうございました。本当にすげえ楽しかったわ。というか人と一緒に走ったの初めてに近い感じだし。いやー、本当よかった。で、最後またがっていいよっつってウルトラにまたがらせてもらったんですけど、いや、同じツインカム 88TC88 のエンジン積んでてもやっぱ全然違うわ。このバランサーが入ってるっていうヘリテージとリジットマウントのね、あとラバーマウントのウルトラってもう全く違う。すごい振動が向こうは。
エンジン自体の揺れもあの目で見てわかるし、乗った時のシートのシートと、まあ、ハンドルから伝わってくるバイブレーションはもうね、全然こいつとは比較にならない。めっちゃ静かに感じるもん、俺のこのヘリテージが。あのウルトラの振動多分気持ちいいんだろう、乗ったら。乗り味はね、多分全く別物だよ、あれ、こいつとは。しかもあの豪華装備はね、やっぱね、いい。なんだかんだ言ってね、最終的にはあれになるのかな。オーディオの音とかめっちゃいいし、ていうかシートの座りもめっちゃいいし、ふっかふかだし、なんやあれ。さあ、ミーティングも終わりましたので、では帰ります。いやー、タッテーさんとはね、またね、いつかね、一緒に走りたいですね。ツーリングでぜひまたご一緒したい。で、さっきの待ち合わせしたあのアゲオニ林間ですねとか、あとはライコランド埼玉店にはあの自分ね、よく出没しますんで、なので見かけた時はあの皆さんもぜひ声かけてやってくださいって。わかんねえか。でもカメラつけてうろちょろしてるやつあんまりいないからね。アクションカムをチェストマウントしてる、あの胸マウントしてるヘリテージ乗り、もしくはジャイロ乗りがいたら、まあまず AJ さんなんでね、よかったら声かけてやってください。あとはお会いしてくれる方もしいれば、コメント欄からねコメントいただけると嬉しいです。引き続き愛車自慢チャンネルご視聴いただければ嬉しいです。今日もありがとうございました。